あの町、この町、おののこ町、町づくりラジオ <music> え時刻は19時になりました。町づくりラジオの時間です。<music> えー、パーソナリティは私、荒垣と申します。はい、アラです。 あの、新垣結衣さんと同じ新垣ではなく新垣です。はい、ガッキのドラマ、楽しいですよね。はい、えー、っと、な逃げるが、逃げるは恥だが、役に立つ。楽しいですよねということで、はい。えー、この番組はですね、えー、っと、まちづくりラジオということで、えー、全国各地のまちづくり事例だったり、はい、いろんな街の面白いイベントだったり、はい、いろんなまちづくり企画案を、はい、紹介しながら、どんな街にしたい。 どんな街にしたいかなど、はい、お話ししていく番組でございまして今日はですね今日はちょっとあのえー、っとはい専門的なお話であの経営経営のお話になるんですけども経営あのお店の経営とかの経営ですねお店の経営マネジメントなどの経営はいあの私はあの大学時代は琉球大学の経営学学,学,学んでおりましてそれでえー、っと、まあ、仕事もあの経営関係の仕事も え経営支援関係のやったことあるんですけども、はい、まあ現在は違うんですけども。というわけで、日はあは経営支援などについてお話ししていきますので、そのえお仕事だったり経営に関するお話だったり、普段普段と同じえ町づくりに関する話題などでも何か好きな町などがあればメールお寄せください。メールアドレスは7 6 1 f m k o z a j p 7 6 1 f m c o z a j p f m k o z a j p 7 6 1ットマーク fmkoza.jp、はい、また f m c o では youstream などツイキャスもツイキャスなどのコメントも配信してますのでこちらよろしくお願いいたしますということでここで一旦 CM お願いいたします はい、えー、町づくりラジオをお届けしております、えー。C.M. 明けはいつも僕がちょっとモノマネだったりボケるコーナーですので、ではモノマネでえー、っとガクトあのガガクが桐谷健太の海の声を歌ったらいきます。海の声が聞きたくて。 風の声に見えすませ、ゆかしあなたはというわけで、はい。えー、っと、学徒のものまでで海の声でした。というわけで、えー、っと、真面目なお話に戻しますね。えー、っと、今日は経営支援についてお話をしていきます。あのえー、経営支援あの、お店の商売だったりの経営支援ですね。はい あのいろんなな窓口などを紹介します、ねはいえー、とまずはじめに経営支援の窓口として一番地域に根付いている商工会についてお話しします、はい、一番地域に根付いている経営支援の窓口商工会で、えー、と商工会という組織の加入者は、ね、個人事業主だったり会社の社長など経営のトップの方を加入者と することとがほとんどなので、はい、一般のサラリーマンの方、はい、従業員などのサラリーマンの方はあの一般的な加入者ではなくて社長などが加入者なのでサラリーマンの方は、まあ、馴染みがあまりない方も多いと思うんですけども、はい、でも僕はあのちょっと経営関係の、えー、いろいろ携わっててもいたので僕現在はサラリーマンではあるんですけども自分で会社をあの営む,営むもんだったら絶対に商工会に加入したいというほどおすすめな。 はい、団体なんですけども、はい、で僕が商工会の団体を簡単に説明するときはあのいつもあの農業の JA のことを例えにします。はいえー、JA はあの多くの方がイメージを持ってると思いますので JA を例えにしてるんですけども、はい、JA のことを皆さんが思っているイメージはあの農家の方が集まっている組織で JA の職員と農家の方たちが一緒になって農業のよりはより良い発展のために 何か話し合いをしたり話し合いをしたり JA さんとかが管理する道の駅とかで農家の方たちが野菜を納品したりで道の駅祭りなど JA さんが主催したりしますよね道の駅祭りなど JA さんがといったイメージを持ってるかと思います、はい、で、えー、そのほかに農家の方は JA に対して農業の相談もできますので、はい、多分皆さんも農業を始める場合はもし始める場合は JA に入った方がいいのかなとか考えると思います その JA の組織の商工業版があ商工業番が商工会のイメージです。その JA の組織の商工業版が商工会のイメージで。で、いつも簡単に説明する場合はこのように説明しています。で、商工会の主な業務を2つ、主な業務2つを説明すると、1つ目は1つ1つの事業所に対しての経営支援。そして2つ目は、 産業祭りだったり特産品祭りなどを開催するなど、はい、産業祭りだったり特産品祭りなどを開催するなど地域全体としての商工業の振興が、はい、商工会の主な業務です、はい、そして、えー、と沖縄市はですね商工会ではなく、えー、と商工会議所ですけど同様の経営支援のサービスがありますので、はい、沖縄市は商工会ではなく商工会議所ではあるんですけどもまあ 同じような経営支援のサービスがれるということで今日は商工会と商工会議所をまとめて紹介しますねまあ厳密に違いを述べると商工会よりも商工会議所はあの人口や経済の規模が大きかったりしますはい沖縄県だと一番経済の規模が大きいといえば那覇市ですよねはい沖縄県だと商工会議所は那覇市と沖縄市と浦添市と宮古島市この4つだけが商工会議所でその他の34 市町村は商工会ですその他の34市町村は商工会で、でタ良間村と渡名木村と北大東村のこの3つの村だけは商工会がありませんが、はい、そのような商工会がない地域では、あの村役場の商工振興課などが、まあ、商工会の役割のような仕事を、はい、担うこともあれば、はい、あの隣町の近隣の商工会の職員が出張するなどして、はい、カバーしています。 それほど商工会の役割は重要ということになるんですね。重要なので、あの県だったり国から、はい、あのお金も補助金なども、はい、降りてますので。でえー、と商工会への相談はですねあの、はい、未加入の方でも、はい、会員にならないと商工会相談できないかなと思う人もいると思うんですけれども、商工会は、はい、未加入の方でも経営相談をすることができます。はい、創創業業前のままはししなくても相談できますし でしかし、加入しないとまあ受けることもできないサービスもあるんですけども、えー、例えばですね例えばあの商工会に加入しましたらあの会員同士のつながりはもちろんのこと、はい、こんないいこともありますよって紹介しますねまず商工会はですねあの設立要件にその団体の設立要件にその地域の商工業者の半分が加入しないと設立できないんですね。半分がとということは その市町村の半分以上が商工会に加入しているので、組織力、ネットワークはとても強いですし、その地域の半分以上の事業所と同じく同じ商工会の会員だという絆もあります。なので、事業所によっては、あの玄関に、事業所の玄関に商工会のステッカーを貼っている事業所もあります。居酒屋さんなどが商工会のステッカーを貼っている事業所もあります、はい。半分以上が加入しているので、例えばもし、あのえー、茶谷町。 例えばもし、町お隣の町の北端町に1000の事業所がある場合、サウザントの1000ですね、1000の事業所がある場合、500以上の事業所が、五百以上、1000の事業所が北端町にあるならば、500以上の事業所が商工会に加入していることに、理論上は設立要件にはなっているので、スタート時にはそういうふうになっているんですね。 はい、そしてですね、この、えー、っとこんないいつながりがあるんですよって紹介しますと,、えー、っと、その自分の事業所を営む町で自分のお店をオープンした場合、自分の隣お店の隣の、えー、自分の店の隣近所のお店には挨拶することもあるかと思いますが、はい、あのこちらで居酒屋をオープンしたので、お隣さんによろしくお願いしますって、お隣のお店には挨拶することはあるかと思うんですけども、その市内全域の すべての事業所によろしくお願いしますという挨拶をその市内全域の事業所に直接訪問することは、はい、普通は、はい、あのないじゃないですか普通は、はい、物理的にも難しいですし、はいえっと、そこで、はい、その市内の方たちに挨拶さつする、はい、こととして商工会が間に入ることによって、ままあ、紙媒体での挨拶ではある,あるんですけども開放紙で 開放書を通して挨拶することが可能になりますはい商工会は毎月開放書を発行しており会員の全事業者に毎月発送していますその開放書の中身は特産品祭りの案内だったり産業祭りだったりの案内イベントの案内のほか新規会員の事業所の紹介をしているのではいその市内全域の商工会の全会員にの方に対しての挨拶が可能となりますはい この紙媒体の開放誌を通して新規会員を紹介しているのでその新規会員紹介のまあサイズだったり枠の幅はえまあ商工会によって違いはあるんですけれどもはい事業所の名前と業種の記載の1行だけの開放誌もあればはいちょっとスペースに余裕がある商工会ではではすねでは新規会員の代表の方のちょっとしたコメント代表の方のコメントなどを掲載する商工会だったり顔写真を掲載する。 商工会もありますので、はい、その開放書の中で、えーっと、〇〇屋さんをオープンしました、これからよろしくお願いしますって、はいあの、経営者の代表の方の顔、写真付き大あすることも、商、は、工、い、会によっては可能になります。はい、そのほかにです、ねえーっと、この開放誌では、新規会員の紹介のほかにもあの、先輩の会員の方たちのインタビューリレーが行われていて、先輩の方たち、新規会員だけではなく、 先輩の会員の方たちのインタビューで、はい、なので、毎月、地域の事業所の先輩の方々のお話を、はい、読むことができる開放誌もあるんですよね、たくさんあるんですけど、はい、その地域の先輩方々のお話、例えばこの同じ場所で何かお店を営んでいる方、長い間、2030 20, 年の間、お店を営んでいる方のお話って聞いてみたいですよね、とても。はい この会議方式などでその先輩方々の地域にずっと昔来る先輩方々のお話どんなふうにやってきたんだよとかやっぱこの町はいいねとかそういったお話を聞くこともできますこのように商工会や商工会議所は,はい自分自身の経営相談だけじゃなく地域の事業所の方た,方たちとのつながりを実感する機会もありますはいえと紙媒体の挨拶だけではなく直接会って 直接会って交流することのできる会員同士の名刺交換会や懇親会な,懇親会なども毎年行われていたりします。で、えっと、経営相談についてはですね、あの融資の相談や経理の相談、売上向工場の相談え、チラシ作りの相談など、経営に関することであれば、ほぼすべてのことが相談できると思ってもいいほど多岐にわたる相談ができます。はいえっとですね。 はい、えー、とここで、えー、と商工会による経営支援の紹介は終わりまして、次は、えー、県立図書館による経営支援についてお話しいたします。県立図書館、図書館が経営支援するなんて、はどういうことかなと思う方もいるかと思うんですけれどもい、図書館による、えー、と経営支援ですね、えーとああそ。あ、図書館の経営支援をお話しする前に、ちょっとメールが届いてますね。メールをご紹介いたします。えー、とラジオネームササクサクさんより えっとサクサク、ラジオネームサクサクさんよりメッセージ。こんばんは、ガッキーの逃げこいダンスが頭から離れないサクサクです。はい、先日は、あえー、っと、ガッキーの逃げこいダンス、サクサクさんも、はい、逃げこいダンス、あのドラマ見てるんですね、ガッキーの。はい、先日番組に出ましたサクサクさんです、あの、ーズのお話の。はい で、サクサクさんよりメッセージ続きまして、えっ、ー、と、経営支援といえば、えー、アーケード街の空き店舗問題のことを思い浮かべました。空き店舗をなくして商店街を再び活性化させるために、行政側からも企業を考えている人を支援するようにしているというのを新聞で読んだ記憶があります。これも経営支援に、はい、あるのかなということで、あまりなじみのないテーマだったので、今日もラジオを聞いて勉強させてもらいます。よろしくお願いします。学徒さんということで。どうも、学徒ですよ。学徒です。 というわけで、はい、サクサクさんよりメッセージいただきましたそうですね、アーケードの,あの商店街の空き店舗など、ちょっとお値段を安く、はい、し,てしたりの支援などが行政側にあるので、これも、はい、大変有効な、えー、と支援にな,なってますね。メッセージありがとうございます。はいえー、とで先ほどの、えーとえー、県立図書館のちょっとお話、続きますね、えーと。県立図書館が 経営を支援するってどういうことかというと、県立図書館ではビジネスコーナーというのがあるんですね。ビジネスコーナーはい、とても充実してるんですよ。ビジネスコーナーすごくはい。例えば日経なんとかといったビジネス雑誌が、ビジネス雑誌のコーナーがはい、あの全国各地のあのビジネスマンが読むような経営雑誌経営雑誌とても取り揃えていて、さらにあの本も 様々な業務ごとに本が整理されているんですね、はい、業務ごとに本棚で例えば経理に関することを経理の方専門の方はこの本棚を見てくださいだったりでチラシを作る人はこのチラシの作り方という本棚を見たりで決算書決算書の作り方だったりこちらの本棚にありますといったようにビジネスコーナー、県権利書館とても充実してるんですねおそらく全国でも結構トップレベルな あのビジネスコーナーだと思います、県立都市館さらにですね、県立都市館では、中小企業診断士の方たちを定期的にお呼びし、県立都市館にお呼びして、はい、中小企業診断士の方が、やはりあの、はい、あの経営にまだあのちょっと、はい、あの経営相談など、まだなじみのない方はいきなり商工会に自分で足を踏み入れるのも、 あのちょっと難しいかと思うんですけど図書館は昔か小学校の頃から、図書館は皆さん行っているかと思いますので、図書館は行きやすいと思うので、図書館に経営のエキスパートの中小企業,企業診断士などの方、呼んでるんですね、現役図書館は。その人たちの経営相談を定期的に行うこともあれば、さらに,さらに本の紹介として、図書館司書と中小企業診断士が選んだ経営に関する本のおすすめ本のリストを作っているんですね。はい 世の中にはすごくたくさんの経営本がありますけどどれ選んだらいいかはいどれ選んだらいいか難しいじゃないですかそれを本のプロである図書館の司書と経営のプロである中小企業診断士の方が一緒になって経営に関する本を選抜してこの本とてもおすすめですってはい展示してるのでとても内容が充実はいしている本だとはい皆さん思いますよね。 図書館ののププロロと経経営営が一緒に選んだ経営本どれほど充実した内容なんなろとは気になりますよね。そのように県立図書館では経営に役立つ本の紹介をしておりますよね。その他にですね県立図書館はあのマーケティングのデータベースを見ることができます。マーケティングのデータベースを見ることができます。これはあの県立図書館が統計学問の業者からデータを購入していて、 はい、県立書館のパソコンで見ることができるんですけれども、はいえー、そのデータはエリアマーケティングといって、えーと、各地域に住んでいる人口や世帯数などの各種統計情報なんですけれども、とても細かく、とある地域から500メートル圏内、1キロ圏内、3キロ圏内などの人口、世帯数、そしてお金、お金がどれぐらいこの地域で動いているかなど、統計が細かくわかるんですよ。なので、県内の中小企業、診断士の方たちのお話でも、 はい、お店を開く場所を決める場合は県立都市間のこのマーケティングのデータ場所をぜひ使った後にお店の場所を決めてくださいだったりお店を開いた後でもこのエリアマーケティングのこのデータを活用してこの地域ではどれぐらいお金が動いてるか、はい、その自分の場所の何キロ圏内で、はい、やってるんですね。というわけでここで一旦あの経営審のお話を、えーっとはい、えー、っと一旦あの終了しましてここで1曲。 はいいい流したいと思いますあの私の糸満市の知り合いの方が作詞作曲している糸満市のえと永峰さんという方が作詞作曲をしていて歌はあのディアマンテスの歌はディアマンテスの,あのアルベート・シロマさんが歌っております「はい、サ,バいサバニのワルツ」という曲で「サバニのワルツ」「糸満ハーレ」などの「サバニ」ですね「ハーレの船」の「サバニ」「サバニのワルツ」お聴きくださいどうぞ。 背に乗ってさすらう。雲の日差し浴びて。 えとお送りした曲は、はい、サバニのワルツという曲でした、はい、こちらの曲はあの糸満市の長峰さんという方なんですけどもこちらの,あの僕のお知らせのこちら長峰さんもあの会社の経営者でして会社はあの糸満市の中の浦添市にありますあのフレンズ・アブロードというフレンズ・アブロード、はい、浦添市のフレンズ・アブロードを経営していてあ、まあ、国際交流関係の仕事をしているんですけども。 その国際交流関係でアルベルト・シロマさんともちょっとつながりがあるということで歌をアルベルト・シロマさんに歌っていただいたということでお送りした曲はサバリのワルツでございましたはいえーとこちらルドルフさんよりコメントいただいてツイキャストよりコメントいただいておりますツイキャストよりえラジオネームルドルフさんよりえーとえーと図書館の経営支援もあるんですねということではいそうなんですよ図書館の経営支援 県立図書館が沖縄県立図書館やっていてですね沖縄県はあの全国でも全国一の企業率、廃業率だったりあのお店の循環が全国でもトップレベルなので、はい、県立図書館が支援していて県立図書館のこのビジネスシテム全国トップレベルかと思いますということで,で最後に経営の情報ですね。ねね最後にあと一つ紹介します、ねえっと、補助金や助成金についての情報なんですけども助成金などに関する情報ってどこに聞けばいいのかなって はい、思うことあると思うんですけどその問い合わせ窓口が整理された本があります、なんと、県立図書館にもあります、その本のタイトルは、中小企業100の支援という本です、中小企業100の支援、これは定期的に発行されておりまして、最新版では、えー、最新版では平成28年度版が今年も発行されておりまして、はい、補助金や助成金に関する問い合わせ窓口が記載されています。はい まあこの資料は沖縄県産業振興公社が発行しており、産業支援センターの中に入っている産業振興公社が発行しており、ホームページにはこの補助金に関する助成金などに関するあの情報が、問い合わせ窓口が、ホームページにも全部掲載されていますので、こちら経営にお役立てくださいということで、来週、番組残り30秒なんですけれども、来週のまちづくりラジオ、来週日曜日は東部祭りの 特別放送のため、来週日曜日夜はお休みになりまして、その振り返り放送として、しあさっての水曜日の夜10時に放送します。振り返り放送として、しあさっての水曜日の夜10時、夜10時からなので、下ネタを挟むかと思います。エロラボぐらい、エロラボぐらい下ネタが挟むと思いますので、また,また次回、よろしくお願いします。